皆さんこんにちは。大分の高っちょ親方です。今回はですね、アイドルハロープロジェクトの、ファンクラブ開放誌ハローマガジン2020秋、ボリュームですね91が届きました。こちらをですね、紹介できる範囲でご紹介いたします。年にですね、春夏秋冬に、届けられるハローマガジンです。ちょっと夏号すいません、もうデビューしないままもそのまま秋が来てしまいました。この内容については全部はもちろんファンクラブ限定の内容ですのでご紹介いたしませんが、どのようなですね、目次があって、それを私が今からざっと見ます。見てその感想を簡単にご紹介いたします。ですね、このハロプロのこと、そしてユシカヨコファンクラブに入ったらこういうね面白いマガジンねをもらえるよということを、ご紹介の意味でですね、簡単ながら、ご紹介いたしますので、どうかよろしくお願いいたします。ということでですね、目次のみはご紹介して、ちょっとずつ簡単に感想をご紹介いたします。全部で8項目ございます。最初ですね、今回ね、このファンクラブの開放誌、昨日ネット見る限りではかなり出来がいいと、ファンの間では好評をいただいておりました。もうですから楽しみなんですが、じゃあ何がすごいんだろうと思って、一つ目ですね、こちら、夏のハロコン、ハロメン全員の感想ということで、ハロプロのメンバー、52名ですね、当時。ですけれども、一人一人のですね、この夏のハロコンで歌つ瀬戸り、そしてそれぞれのですね、感想がですね、記されているんですね。歌うことが決まった時の感想やですね、工夫したことなどを書かれています。ちょっと全部は読んでないんですけども、かなりですね、これ全メンバーあるので、本当にありがたいですし、よく本当スタッフさんありがとうございます。ですね、メンバーの皆さんもありがとうございますね。結構読み応えがあって、これはもうハローマガジンファンクラブの人しかもね、特典ということで非常にありがたいです。ありがとうございます。で、2つ目がですね、夏にですね、プッチカフェがですね、秋葉原だったと思うんですけども、そこでですね、ハロプロ関係のですね、特設のカフェが、登場しました。メンバーに関するグッズが置かれていたり、そして、ちょっとしたですね、癒しの場と言いながらも、なんとメンバーがですね、降臨したりと、これはもうね、もう私も東京住んでたら行きたいですね。こんなですね、贅沢なプッチカフェ、ちょっとコロナ禍という影響もあったんでしょうけどもね、ぜひ地方でもですね、行っていただければありがたいなと思ってます。これはね、贅沢ですよ。で、3つ目、ビヨンズのお絵描きしりとりということで、お絵描きしりとり、お絵描き、絵を描いて、次の人がその絵を何を描いているか当てて、言葉にしてですね、その、しりとりのようにどんどん絵をですね、つなげて、一つの言葉、しりとりになってるかなというゲームなんですけれども、いやビヨンズのメンバー、本当絵が可愛いですね、カラフルで。モーニング娘。20のこの間、はがかねちゃんとか福村瑞希ちゃんもやってたと思うんですけど、ハロプロでもお絵かきしりとり、生えつつあるんでしょうかね。私も子供とですね、大学時代サークルで、交流してた際、この絵かきしりとりっていうのはですね、本当に盛り上がりました。一人ね、ミスターマリックの絵かき筆書いて、来てますとか書いてて、ね、大爆笑してたのを覚えてますけどもね。この絵描きシートに、私、絵心がないんですけれども、逆にないからこそ面白いかもしれないですね。だから、椿ファクトリーの谷本亜美画伯とかですね、アンジュルムの上国良萌画伯など入れると絶対面白いと思います。4つ目、モーニング娘。20、そしてジュースジュースの、ファッションスナップですね。スナップサイポーありますは違いますけれども、おしゃれなですね、メンバー、ジュースジュースと、モーニング娘。20のメンバーですね、モーニング娘。ですと、石田ゆみちゃん、羽賀あかねちゃん、で岡村ほまいちゃん、森戸ちいちゃん、出てますね。本当可愛らしい服装ですね、やってます。森戸ちいちゃん、ネットで話題になったんですけれども、どうもです、ね、背負っている、肩にかけているショルダーバッグ、これ20万円するんじゃないかという噂になってますけどもね、本当、美しいですね。ジュースジュースは、金田智子ちゃんですね、金田智、上村あかりちゃん、で、稲葉まなかちゃん、で、井上玲ちゃんとね、またスタイルがいいですね、大人っぽいメンバーがですね、揃ってるなと思います。で、この、メンバーの私服もですね、楽しみにね、していただければと思いますし、
ていうのはなんか私主催者じゃないですけどもね、楽しいなと思っております。で次5番目、アンジュルム椿ファクトリーおうち時間で始めたことということでですね、まあ新型コロナウイルスの関係でですね、おうちでの時間が増えたことでですね、メンバーがまあ新しくいろんなことに取り組んだということですね。まあもちろん全部は紹介いたしませんけども、まあダンスを始めたとかですね、ペットと交流している、まあ料理が一番多いですかね、とか DIY やってる、これ宮本かりんちゃんがいることじゃないかなとかいろいろ思ってますけども、ね、皆様はおうち時間何か増えましたでしょうか。私は、食べる量が増えました。動画も作っております。続きまして6番目、自慢の家族コーナーということでですね、今回はですね、動物ペットをご紹介ですね、2人、モーニング娘。20の小田さくらちゃん、そして、里吉歌乃ちゃんですね、ビヨンズ、あの猫と、ね、犬おもち、ね、おもちくん、ほんとかわいいんですよ。ハロプロのですね、このメンバー結構ペットも飼ってまして、猫ですと、まあ、小田さくらちゃんもそうですし、福村瑞希ちゃん、モーニング娘。20のラビちゃんもそうですし、私は最近ハマっているのが、ジュースジュースの宮本かりんちゃんのですね、ジャスミンですね。ジャスミンと裏絡みするかりんちゃんの動画をオマージュして、私も家では猫を飼っているんですけども、猫に裏絡みしました。ね、かなとも、ジュースジュースのかなとものスイちゃんもですね、こう垂れ目な感じで可愛いですね。で、犬もね、流行ってまして、私の、まあね、モーニング娘。20、一番の推しメンの野中美希ちゃんがですね、最近豆腐ちゃん、ね、トイプードルですかね、白い犬飼ってますし、ね、ビヨンズ・サトルスちゃんもそうですし、森戸千崎ちゃんですね、モーニング娘。20のポンズちゃんなど、犬もね、流行ってますので、やっぱ動物はいいですよ。うん、可愛いなと思っております。で、7番、ジュースジュース、高木さゆきちゃんのご飯だべ、ご飯だべ、なんか、なんで、ドクロだべとか声が、もう、滝川さんの声ちょっと忘れてしまってすみません。ちょっとね、連続で今、これ、音取りしてるんで、結構声がすみませんね。鼻が詰まってましたね。ね、これ、飯テロになるようなですね、さゆべが紹介しております。ご飯ね、手作り料理、やっぱ料理できる女性はいいですよね。で高木さゆきちゃんはですね、今度、11月15日ですね、のハロコン秋ツアーのですね、大分公演に参加されます。最近はですね、この歌うまということで、カンジャムでもですね、カンジャニの番組にも紹介されて、村上くんから、別格やなって言われてたぐらいですね。本当に私も生歌、夏聴きましたけども、かなり上手でしたので、まあ、私の地元、大分でまたこう酔いしれるですね、まあ、昼公演になるように、楽しみにしています。マッチョンケンな。で、最後、ビヨンズのですね、コーナーでございます。まあ、メンバーが、まあ、毎年です。毎月こう、グループが変わってですね、毎回変わってて、まあ、ハマってること、似顔絵リレーとか、あと、好きな曲とか、ファッション、出てます。ハマっていることは、前田心ちゃん。で、画伯は、小林ほのぴ。で、ハロプロソングは、西田しおりちゃん。で、ファッションは、平井美代ちゃんでございますが、これネット上でかなり注目、今話題になっているのが、小林ほのかちゃんですね、ほのぴがですね、書いている、まあ、ネットにちょっと出てるんで、ちらっとだけ言いますけども、アンジュルムの上國料萌ちゃん、上子をですね、似顔絵描いてるんですね。もうほのぴはですね、まあ、ピアノもできるし、まあ、歌もそこそこ歌いますし、で剣道もできる。ですごいもう再演なんですけれども、このイラストもね、かなりうまいんですよ。一回ね、アイドルとかでこう、インスタグラムとかでこう、なんかバトンみたいな感じで、追いかけバトンがあって、その時に羽賀あかねちゃん、モーニング娘。20の、あかねちんのですね、その絵をほのぴが似顔絵描いたんですが、もう可愛いですね。ほのぴは本当、才能を持っていますね、ですので、ね、注目のメンバーでございます。ということで、まあ、ざっとですね、以上、8つの項目でご紹介いたしました。まあ、これはですね、もちろんハロプロのファンクラブ限定でございますので、その内容につきましてはもうファンクラブの会員のみの特権ということで、詳細は割愛いたしますので、ご了承いただければ幸いです。ぜひですね、ファンクラブ入るとこういう開放誌もいただけますし、ファンクラブ限定イベントなどもございますので、ぜひですね、皆様、よろしければファンクラブに、ね、入っていただいて一緒に楽しみましょう。ということで、最後までですね、ご覧いただきましてありがとうございました。
よろしければいいねボタン、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ハロプロの話題ですね、これからもどんどんご紹介してまいりますので、一緒に交流したいと思っております。噛んじゃった最後。よろしくお願いいたします。それではまた。推しのために今日も働く。